ました。風雨激しくなっている中ですが、審判団戻りまして、まもなく試合再開の時を告げようとしております。現在、試合は昌栄ブラザーズ7点、九州トマホークマーベリックス6点、その差1点という状況で、現在準決勝進んでおります。その差はトライ4ポイントの正比1点の差、非常に緊迫した一戦となっております。チャット内のメッセージ、ありがとうございます。それでは、鶴上久美様とお読みさせていただきます。マーベリックス頑張れ、あと1点という状況、そうですね。互いにチャンス1回を見事にものにはしているんですが、ここでの最後の締めのそのワンプレー、ここが大きな分かれ目に現在になっております。レシーブ、その意味では何としてもこの後半戦取り返さなければいけないというその1点になります。準決勝、本日の第2試合、ただいまより後半戦を行います。昌栄ブレイザーズ対これより後半戦再開となります。昌栄のキックオフで後半戦を再開する形になります。九州熊本マーベリックスが6点、点差はわずかに1点です。キックオフ務めますのは昌栄ブレイザーズ25番の杉です。熊本はリターナーに18番と27番を配置いたしました。18番は柿内、27番は浦です。熊本リターンに入った8番ブロッカータイプの選手が右サイドラインがギワを駆け上がりまして、自陣30ヤードを超えた地点を確保しております。この位置から九州熊本マーベリックスの攻撃となります。ブレイザーズのキックオフ中にファールマーカーが発生しました。しかしここでイエローフラッグが投じられております。反則発生です。さあこの反則は果たしてどちらのチームの反則でしょうか。キックオフのオフサイド、昌栄ブレイザーズゴールデッドスピンよりブラージュ進みまして、九州スマートマーベリックファーストダウンです。キッキングチームにオフサイドがありました。ボールを蹴り出す前に相手やりにボールより前に出てしまっておりました。5ヤードのペナルティーはボールがネットした時点から施行する形を九州熊本マーベリックスは選択しました。従いまして九州熊本マーベリックス自陣42ヤードからの攻撃となります。ブラージュ進出ファーストダウン、九州熊本マーベリックスファーストアンテン。ナイスラインバック32番ハンドオフを託されまして、左オープンにスピードに乗ったデイライ、相手のディフェンスを引きつけながら9ヤードのゲインを果たしています。まず最初のダウンプレー見事に決めましたが、32番の岡田です。熊本大学出身のルーキー、熊本マーベリックス。KKK さんメッセージありがとうございます。できる限り熊本や地方のアメリカンフットボールへ研鑽する選手たちをこのような形でお伝えできれば幸いに思っております。このコメントも嬉しく思います。坂口さんがそうですね、ここはアメリカンフットボールですのでワンタッチダウンというメッセージでお願いしたいと思います。パス不成功。ここでクォーターバックは一気にタッチダウンを狙うロングパスを投じました。まさに相手の裏を突くようにその奥を攻めるというところでしたが、しかしこれはカバーされており不成功となり、サードダウンに変わります。ナイスファーストダウン。ここでマーベリックスは中央へのプレーを
選択、キャリア24番スピンターン決めながら中央切り込みまして攻撃権更新です。九州熊本マーベリックスパスター見事攻撃権更新を渡しましたのはランニングバック26番国広熊本大学出身。さあここで地元熊本大の OB たちがここで活躍してチームの鼓舞をしております。さあこれによりまして相手陣44ヤードからのファーストアンテ、パス不成功。クォーターバック5番ここで右に流れながらなんとかレシーバー探さんというところでしたが、しかしカバーよくパスを結果的に投げ捨てました。パス不成功でセカンドランに変わります。九州熊本マーベリックスセカンドダウン10、パス不成功。クォーターバック番今度は右にいましたワイドレシーバー87番に早いタイミングのパス、しかし87番ディフェンスプレッシャー感じたかパスキャッチできず不成功。サードダウンに変わります。さあ相手陣44ヤード、なんとかこの攻撃継続を図りたい九州熊本マーベリックス。サーダンテン、パス成功、パス成功、パスだ。クォーターバックワン、ここで三度のパスプレー、これをワイドレシーバーディフェンスセラルナが見事にキャッチしまして攻撃権更新としました。九州熊本マーベリックスファースター、ナンバー確認できませんで申し訳ございません、しかし見事なキャッチでした。これより攻撃は継続となっています。相手陣30ヤードから九州熊本マーベリックスファースターアンテ、ナイスファースター。ここでランニングバック32番、相手タックルセラナカ見事なステップワークでこれをくぐり抜かれまして攻撃権更新としました。九州熊本マーベリックスファースター、失礼しました、攻撃権更新には少し至っておりませんでした。9ヤードのゲイン、しかし素晴らしいランプレーでした。32番岡田でした。マーベリックス相手陣20ヤードからセカンドダウン残り1ヤード、ここでランプレーを熊本は投入しました。しかしそれを読んでか翔英88番ものすごいチャージかけましてロスタックル、2ヤード押し戻す形に成功しました。見事な対応しましたのは翔英ブラザーズ88番春口、九州熊本マーベリックスサダン2、ここでクォーターバプレーアクションから奥に走り込んだ83番にロングパス、83番これをダイビングキャッチ試みましたがしかし不成功、パス不成功でフォースダウンに変わります。さあこのフォースダウンどのように行使するか、フォーメーションを変えたフリードをトライ、キックによる3点を狙います、決まれば逆転。キック失敗、ゴールポストに弾かれこのフィールドゴール失敗となり無得点、攻守交代となります。センター通り上部中央を通過しますと得点になりますが、ボールの当たり外に取れましたのでキックはインコンプリート。
ボールがね、非常に素晴らしい攻撃を展開した九州熊本マーベリックスでしたが、しかしこのシリーズ得点なりませんでした。攻守変わりまして、今度は昭栄ブルーラーズの攻撃となります。昭栄自陣22ヤードからファーストアウト。さあまずランプレーから入ります。ランニングバックにハンドオフしまして、右オフタップルに突入。キャリア32番、密集点を貫くように約2ヤードから3ヤードゲインにしています。ランニングバック32番、これがこの人選手の強いプレー。キャリア32番野田です。セーブレーザーセカンドダウン、昭栄セカンドダウン7。これはマーベリックスナイスディフェンス。再び中央でランプレーを展開しようとしましたが、これを昭栄失礼しました。マーベリックスディフェンス陣奮闘しまして、このラン阻止しております。負傷者のためのタイムアウト、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。九州熊本マーベリックスディフェンスライン67番古田智也選手が見事な対応をしましたのは九州熊本マーベリックス67番の古田でした。久留米大学出身のチームのルーキーです。ヒロヨンガオル様、メッセージありがとうございます。マーベリックス先ほど素晴らしい攻撃シリーズだったと思います。新しい新戦力も機能しまして、一気にそのまま試合を覆したという勢いはありましたが、しかしその土壇場のところ、この天候のあやでしょうか、残念ながら現在はまだそれに至っておりません。非常に白熱した攻防戦となっております。さあタイムアウトを解けまして、試合再開。昭栄ブザーズセカンドダウン7。クォーターバック10番は中央に切れ込んできたワイドレシーバー29番にパス、失礼しました、10番にパス、10番、これを振り切ってゲインを図りましたが、相手タックル殺到する中、見事に攻撃権更新です。昭栄ブラーズファースター、タフなキャッチ見事に決めましたのは昭栄ブラーズ10番の大倉。低迷期にチームを古今奮闘支えておりましたエースがここでも活躍しています。昭栄ブラザーズ自陣33ヤードからのファーストアンテ。クォーターバック今ここでハンドオフ付近から自らき右オフタックル付近駆け上がりまして、約5ヤードから6ヤードのゲインの原因としています。キャリアとなりましたクォーターバック2番は山西です。昭栄ブラズセカンドダウン4。ナイスダウン、ファースターランニングアップ32番、ハンドを託されまして右オープンにバーンダウン、この判断後判断となり攻撃権更新です。昭栄ブラザーズファースター本日非常に活躍しています。32番の野田です。昭栄自陣46ヤードからファーストダウン10。
これはまあベックスナイスです。ここで10番にキャッチアンダーを図らせましたが、ここにマーベリックスディフェンスに殺到し約2ヤードロスに変えています。ショーエーセカンダウン11、カメラお急ごでまして、このプレーパスが投じられていることが確認できませんでした。誠に申し訳ありませんでした。クォーターバック2番ギリギリのボタンの状態でこのパスを投じまして、それを終わりは見事にキャッチし攻撃権更新です。ショーエーブザーズファスター見事なプレーで前進を図り続けております。ショーエー相手陣28ヤードに入りましてファースターアンテン、今度はパワープレーに入ります。ランニングバック29番密集点に飛び込みまして約6ヤードのゲイン、キャリア29番柏原、ショーエ相手陣22ヤードからセカンダウン4、これはマーベリックスナイスです。ここでランプレーにより中央突破を図りました。しかしこれをマーベリックス67番見事に対応しましてこのラン阻止しております。サーダウンで変わります。見事対応しましたのは67番の古田、久留米大学出身、ショーエーサーダウン3、ここで QB キープを選択しました翔英、しかしこれを67番見事に対応しこのランプレーを阻止してフォースダウンに変えます。見事な対応をしましたが先ほどと同様67番古田2度素晴らしいソロタックを決めました。久留米大学出身、さあ最後の攻撃権となりました翔英ブレザーズ、この1回どのように行使するか。ここでホイッスル、翔英ここで後半1回目のタイムアウトを投入します。翔英この後半のシリーズ見事に機能させまして自陣深い位置から押し返す格好で現在相手陣24ヤードの位置に攻め上がっております。しかしダウンはフォースダウン、その1回をどのように行使するか。ここでタイムアウトを取りました。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。ショーエーフォースダウン6、ボールオンは相手陣24ヤード。さあハドルを組んでいる。
タッチダウンになります。プレーを選択したフォースダウンギャンブル。のプレーはリバースプレー。クォーターバックバックスインが行く、その逆方向に出しが走らせカウンター気味にオープンを回るエンドアラン、これが見事に決まりまして攻撃権更新です。ショーエブザースパス。まさにとっておきのワンプレーがここで披露されました。ボールは相手陣14ヤードに入りまして、ショーエブザーズファスアウト。マーレックス・ミシェル、スナップミドルでクォーターバック自らその足で突破を図りましたが、しかしこれを見事に95番のマーレックス6番の選手が対応しましてロスタックルに変えています。ニアドロスしまして、ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、ショーエブザーズ7点、熊本マーベリックス6点、その差1点で最終クォーター第4クォーターに移ります。